マヤ文字は、マヤ地域の主に定置で使用された過去の表記体系であり、マヤ語族に属する言語を表記するのに用いられている。碑文、壁画、絵文書などの資料が残されているが、確実に年代のわかる資料は292年の日付のあるティカル石碑29であり、それからスペイン人によって植民地支配される16世紀後半まで、少なくとも、 約1300年にわたって使われた。なお、サンバルトロ遺跡で発見された、紀元前300年のものという壁画に文字が記されており、より古い時代にも文字があったことが明らかである。エジプトのヒエログリフやアナトリア小形文字と同様、標語文字と標音文字の組み合わせによる表記体系である。文字の数は650から700種類があると見積もられているが、 一つの時代に使われる文字の数が400を超えることはない。文字の読み順マヤ文字は正方形に近いマスに収まるように書かれる。学者はある資料のマヤ文字に左から右にラテン文字で A、B、C のように上から下に三用数字で1、2、3のように番号をつける。ある程度長文のものは2行ずつ縦書きに読む。すなわち A1。 b1, a2, b2 の順に左、右、左、右と読んでいき、下まで行ったら c1, d1, c2, d2 のように進む。1マス分の文字は複数の文字素からなる。通常主字と呼ばれる大きく正方形に近く書かれる字が一つと、その周囲に小さく長方形に近い形で書かれるいくつかの節字からなる。切字は、 その位置によって、主人の上に書かれる常設アー下に書かれる仮説字、左に書かれる前節字、右に書かれる後節字があるほか、主人の中に書かれることもある。また、複数の文字が融合して一つの文字として書かれることも、ある。標語文字一字で表記する場合と、音節文字を組み合わせて表記する場合、書く文字素は、標語文字、または、音節文字である。 本字するときには、慣習として、前者を大文字で、後者を小文字で記す。標語文字には、例えば B、アラム、ジャガーが、ジャガーの頭の形をしていたり、パクる、縦が縦の絵だったりするように、絵文字的なものもあるが、何を表しているかがその形からは、不明な抽象的あるいは幾何学的な文字も多い。なお、通常の文字の他に、当字体といって、 人間の頭の形をした文字や、全体という人間の体の形をした、異体字が使われることがある。文字素の一覧には、ジョン・エリック・シドニー・トンプソンが1962年にまとめたカタログがあり、節字に1から500、種字に501から 999, 当時体1 0 0 0から1299の番号が付けられている。トンプソンのカタログは、 マヤ文字解読以前の古いものであるが、出典を記しているところが便利であり、トンプソン番号は現役で使われている。その後の研究を反映した、より新しいカタログには、マーサ・ジェマクリラによるものがある。音節文字は CV 型の音節を表す。CVC 型の音節を表すときには、CVCV のように2つの音節文字で表記し、2番目の母音を読まない。 この時に一番目と二番目の字の母音が同じになるようにする。これを強調和と呼ぶ。両者の母音が異なる非調和的なものもあるが、これは母音が長母音であったり口頭化していたりすることを表すと考えられている。非調和の場合の解釈は、現在も学者によって意見が一致しない。なお、二番目の母音を読まないのではなく、三番目の死音が省略される、すなわち、 CVCVC を CVCV だけにして最後の C を書かない場合もある。標語文字の切字として読みを補助するための音節文字が付加されることがあり、これを音節補助記号と呼ぶ。通常は標語文字の最初、または最後の音が補われる。例えば B、アラム、ジャガーの字の前節字として BA を加えて BAB アラムとしたり、公節字として間を加えて、 b アラムまとしたりする。通常これらの音節文字は冗長なものだが、時には複数の読みがある文字の音を決定する重要な働きを果たすことがある。例えば、カラクムルの文章文字に使われるヘビの標語文字には、通常音節補助記号かマイナスが加えられるが、これは、チョルゴ群の音であるチャンではなく、ユカテコ語系であるカンと読むように指示していると考えられる。 音節補助記号は本字するときには、各括弧で囲まれる。他に、いくつかの補助的な記号が使われる。例えば左に二つの点を打つと、踊り字のように文字を繰り返すことを示す。一つの文字に、複数の読みがある場合もある。例えば、トルキンの日付である、コワックを表す、標語文字はツン、石、トゥンとも読まれ、この場合には、通常音節補助記号にが付加される。 また、音節文字としては、空と読まれる。これを多音声と呼ぶ。逆に、ある一つの語に対する表語文字、あるいは同じ音節に対する音節文字が一種類で、なく、複数あることも多い。これを、同音声と呼ぶ。トロコルテシアヌスの絵文書。神々の儀式や暦の記述等が主であるが、よく観察すると神々の上の段に記述された文字が、 ボスの順に並んでいることがわかる。マヤ文字によって表記される言語を古典マヤ語と呼ぶ。マヤ語族には現在30ほどの言語があるが、ジョン・エリック・シドニー・トンプソンは1950年の著書でマヤ文字が表記している言語を現在もパレンケやコパンで使われているチョル語群の言語であろうと推測した。マヤ文字が解読された後、2000年にスティーブン・ハウストンらは、 チョルティ語のような東部チョル語に近い言語である証拠が発見されたとする論文を発表した。ただし、地域によっては、ユカテコ語や西部チョル語,語群に近い特徴を示す秘文も指摘されており、また1300年以上も使われた言語であることから、古典マヤ語が均一な言語であるとは考えにくい。マヤ音節文字では20の死因と5つの母音が区別される。 かつての解読では1 9子音だったが、後に H と J が区別された。子音 P はランダムアルファベットにのみ見える。T については、今のところ TU と TO の音節文字しか見つかっていない。マヤ文字がマヤ語の音声を過不足なく表しているわけではない。例えば CVHC 型の音節において H は表記されず、本字するときには、例えば KA。 hk, 木のように、h を補ってやる必要がある。定地マヤでは、豊富にある石灰岩を利用して、大量の石碑が刻まれ、統治者の生涯や家計、都市の歴史などを記している。リンテル、階段、祭壇と呼ばれる遺物、骨などにもマヤ文字が刻まれる。また壁画に書かれたマヤ文字もある。土器などの器物にもその器物の種類や内容。 持ち主などを記した短い文章が書かれる。これらの文章は古典紀前期から急激に数が増える。絵文書はそのほとんどが失われたが、現在4種類の存在が知られており、基本的にあと古典紀に書かれたものである。絵文書は主に小読みや天文学、宗教的な内容を記す。古典紀後期になると標音性が増す。1975年ミライアングレアムを、 中心として、マヤ神聖文字秘文修正が出版されている。ランダのアルファベットスペイン人が、マヤ地域を植民地化した16世紀前半にはまだ、マヤ文字の知識は保たれており、何人かの宣教師は、キリスト教の布教のために、マヤ文字を学ぼうとしたことが知られている。特にディエゴデ・ランダは、マヤ貴族の不安なチココムに、マヤの文字について尋ね、床端事物記の中に記した。 これを、ランダのアルファベットと称し、小読みに関する解説と並んで、後の解読の鍵となった。ランダの記述は制限はありつつもヒエログリフにおける、ロゼッタストーンに近い役割を果たした。しかしその後は300年間にわたって、マヤ文字の知識は失われた。ユカタンジ字ツキについても忘却されたが、19世紀後半になって、シャルルエテエン・ヌブラッスールド・ブールブールによって、 再発見された。しかし、ランダのアルファベットをそのままアルファベットと信じ、それを使ってマヤ文字を解読しようとしたためにひどい混乱に陥った。このため、アルファベットとしての読みはその後は放棄されることになった。マヤ文字の資料としては、アレクサンダー・フォン・フンボルトが1810年にドレスデンエ文書から5ページ分を含む書物を出版したのが最初の出版物である。 コンスタンチン・サミュエル・ラフィネスクはこの文字が点と棒を使った数字を使用していることを最初に指摘した。マヤ文字の本格的な解読が試みられるようになったのは19世紀後半になってからで、まず、エルンスト・フェルステマンがユカタン事物機の暦に関する記述を利用して、ドレスデンエ文書の歴部分を解読した。しかし歴以外の部分については解読が難航した。 ランダのアルファベットをもとに、マヤ文字を表音文字と考えた人々には19世紀のサイラス・トーマスがあったが、エドアルト・ゼイラーによって強く批判され、辞説を取り下げた。また、ベンジャミン・ウォーフも1930年代に表音説を主張した。ウォーフは、言語学者であったために、マヤ文字が音説文字であり、表される言語がボス型の語順を反映しているなど、 当時としては進んだ考えを述べたが、解読自身は失敗し、多くの批判にさらされた。第二次世界大戦後、ハインリヒベルリンによる紋章文字の発見と、タチアナ・プロスクリアコフによるピエドラス・ネグラスの碑文の解読によって石碑に刻まれたマヤ文字が歴史を記していることが明らかになった。特にプロスクリアコフは碑文の解読には至らなかったものの、 マヤ文字によって表されている言語の語順などの情報を相当程度に明らかにすることができた。ソビート連邦のユーリー・クノロゾフは、マヤ文字が世界の他の古い文字体系と同様に、標語文字と CV 型の音節文字から成り立っていると仮説を立て、いわゆるランダのアルファベットは、アルファベットではなく、音節文字を書き表したものだと考えた。 例えばランダが B の音を尋ねたとき、インフォーマントの不安なチココムは、B という字のスペイン語での名称である、ベにあたる音節文字を書いてみせたのであり、M の音に対しても、同様に M の字のスペイン語名である、M を E 名の2文字で表したと解釈した。ついでこの仮説によって、マヤ絵文書の解読の試みを行った。ドレスデン絵文書の中で、七面鳥の絵が描かれたところに、 ランダのアルファベットで CU と読む字と未知の字が書かれており、マヤ語で七面鳥をカッツと呼ぶことから二番目の字は数で、二つ目の U は読まないのだと考えた。クノロゾフはこの現象を強調和と呼んだ。ついで犬の神の絵が描かれたところに、先のスーとルーが並んでおり、犬はゼルということからうまく解読できていることが確認された。 クノロゾフの発見は1952年に論文として発表された。ソ連はクノロゾフの発見を大々的に発表したが、当時は冷戦中であり、西側のマヤ研究を主導していたアメリカのエリック・トンプソンはクノロゾフの説を認めず、批判を繰り返した。当時のアメリカの研究者はトンプソンの強い影響下にあったため、 トンプソンの生前にクノロゾフの説に賛成したのはマイケル・ディーコーやデイビッド・イイチ・ケリーなど少数だった。しかし1970年代に入ってフロイド・ラウンズベリーがパレンケのパカル王の名前が標音的にパスカル・サラと書かれていることを明らかにするなどこの方法が絵文書だけでなくマヤ・ヒブンにも適用できることが明らかになりクノロゾフ説が基本的に正しいことが 明らかになってきた。ピーター・マッシューズは耳飾りに、YouTube 人名と書かれていることを発見し、名札として、マヤ文字が書かれていることを明らかにした。他にも、バック、ユーラックなどの公文が多数発見された。1980年代以降、猛烈な速度で解読が進んだ。マイケル・ディーコーの1992年の著書によると、マヤ文字のテクストの85%は、 読めるが一度しか使われないような古い標語文字については読むことができない。音節表にもまだ埋まっていない箇所がいくつか残されている。マヤ文字によって表される言語の音声や文法などについても問題はまだ多く残されているが大筋はすでに解読できている。ユニコードにマヤ文字は含まれていないが追加多言語面にマヤ文字のブロックを設ける提案はなされている。 ありがとうございます。